ジョン・ケイは、イギリス、ランカシャー州、ウォリントン出身の時計職人、リチャード・アークライトと共に1768年水力防石機を発明したことで知られている。これは、産業革命の中で、繊維産業の発展の上での画期的な事件となったものである。約30年ほど前に、飛び火を発明したジョン・ケイと混同されやすいが、別人である。 1763年、K は既婚の時計職人としてグレーターマンチェスターのリーに住んでいた。隣人のトーマス・ハイズは発明家で、二人は協力して繊域機の実験をしていた。二人がどういう技術に取り組んで何を成し遂げたかについては、後にいくつかの物議を醸した訴訟の主題となったが、少なくともローラーを使った宝石を研究していたとみられる。 1763年には、食器は大いに自動化されていたが、宝石は未だに糸車を使っていた。糸車を機械式ローラーで置換する研究は18世紀前半から行われており、ルイス・ポールが1738年に最初の機械を作っているが、実用化にはさらなる開発が必要だった。彼らは試作機を作ったが、資本がなかったために3年間の研究は、 限定的なものとなり、設計を完成させることはできなかった。アークライトの水力防石機、リチャード・アークライト・アークライトが K と彼の防石機のアイデアを拾い上げて、K と共に防石機を作り上げ、後に水力防石機を生み出すに至るような仕事へと発展させた。水力防石機は、K やハイズの名前なしに、ほとんどアークライト一人の功績と称えられている。 1767年、カツラを製造を販売していた企業家のリチャード・アークライトは、K の時計職人としての腕を会心中性ホイールを作らせた。6ヶ月後、K がウォリントンに戻った後、アークライトは彼を説得して、ローラーを使った防石器を作らせた。1767年に、K がアークライトのために作った試作機がその後の防石器の元になった。 1780年代の特許訴訟以降、様々な主張がなされた。アークライトが K と会う前から、その設計を思い浮かべていたという説、K がハイズのアイデアを盗んで、アークライトに伝えたという説、K が機械を組み立てただけでなく、設計も行ったとする説がある。K の試作品の実用性に納得したアークライトは、1768年にプレストンには承知し、表向きは、 軽度測定器を開発していると称し、K に防石器を改良させた。作業場で何をしているかは秘密で、しかも奇妙なハミングノイズが聞こえてくることから、魔女術を行っていると告発されたことがある。アークライトは、まだ裕福ではなかったが、K を使用人として連れてきており、21年間雇用するためと、秘密を守ってもらうために、K には再建を与えていた。 その後、ノッティンガムに移り、1769年に彼らの考案した機械を使った工場を建設。同年、アークライトが特許を取得しているが、そこに、K の名はなかった。ノッティンガムの発明家、ジェームズ・ハーグリーブスからその特許のことを聞いた K は、自分こそが真の発明者だとハーグリーブスに伝えた。アークライトは K がハーグリーブスに設計を漏らしたとして、告発し、 二人は他元を分かった。K も負けじとアークライトが工具を盗んだと告発し、アークライトも反訴した。最終的に K はアークライトのノッティンガムの家から出て、完全に二人の関係は解消された。1769年に最初に建設したノッティンガム工場は馬を動力源とするものだったが、馬の餌代がかさみ、利益が上がらなかった。 しかし考え方が間違っていないことは証明されたので、アークライトは投資家を募って改良を加えた水力工場を建設した。クロムフォードに1771年に建設した工場はダーウェント側から水で水車を回して動力源とした。それにより産業革命が起き、アークライトらは裕福になったが、K はのけものだった。1781年、 アークライトは特許無効で訴えられる。4年後、ハイズとケイとケイの妻が、ケイを通してアークライトが、ハイズの設計を盗んだと証言した。ケイは、自分がアークライトの悪事に加担したと証言したことになり、その真実性が疑問視された。しかし問題は、知的財産権の窃盗ではなく、ハイズという洗礼があって、アークライトの特許の新規性が疑わしいという点であり、 陪審はアークライトの特許を無効とした。陪審はアークライトに不利な評決をしたが、特許権がハイズや K に移されたわけではない。ありがとうございます。